はい。これ、アメリカの大統領、キーウ電撃訪問。いや、これ、びっくりしましたね。まあ、ゼレンスキーがアメリカを訪問したっていうのもちょっとびっくりしましたけども、アメリカの大統領が戦争中の、しかも、米軍が抑えてない地域ですからね、戦争中の国の首都を訪問すると、これ、歴史を始めたらしいんですけども、まあ、よく行ったなという、やっぱここがすごいよね。 まあ、岸田さんは結局行けなかったらしいですけども、まあ行ったところでどうなるもんでもないですけどもね。なんか、ねえ、もっと早いタイミングでパッと行っとけばね、かっこいい、良かったんですけども、結局行けなかった。まあ読みます。電撃訪問、首脳会談、支援継続表明。 えー、バイデン大統領は20日、ウクライナの首都キーウを電撃的に訪問し、同国のゼレンスキー大統領と会談した。バイデン氏のウクライナ入りは昨年2月24日のロシアによる軍事侵攻以降初めてで、侵攻から1年の節目を前に抗議を、抗戦を続けるウクライナとの連携や、ウクライナに対する支援を継続する決意を示したということです。えーっとですね。うん やっぱりね、プーチンからしたらショックでしょうね。アメリカの大統領がキーウに入る。でゼレンスキーと並んでですね、えー、これは、この絵は見たくなかったでしょうね。そして、この試みはね、絶対に成功しないと。えー、プーチンの試みは必ず失敗するっていうことをね、言い放ちましたよね。やっぱこれはですね、 すごいなぁと思います。で、私これ取り上げたのは、ちょっとこの日のね、勇敢、これ予備新聞の勇敢なんですけども、隠密徹底してね、行われた、これどういう風にしていったのか、数ヶ月前に計画して、ゴルフを装って連絡取ってですね、もう、あの、えっ、ー、と、報道関係え、記者たちに全くバレないように、行ったわけですよ。ええー。 まあ、ほとんどもうこれはですね、カルロス・ゴーンのようなですね、あの、驚きの連続の移動劇だったわけですね。ですからもう今回のですね、アメリカの大統領のキー電撃は、カルロス・ゴーンの楽器に入った事例と、安倍晋三さんがですね、マリオの土管でですね、地球の裏側まで行った、もうこれに並ぶ、もう三大移動と言っていいでしょうね。 えー、この隠密移動ですね。はい。これのぐらい匹敵するぐらいのですね、えー、もう移動劇が行われたというわけなんです。でね、ちょっとこれを理解する前に一つ一歩手前をですね、知ってほしいんですけども、えー、例えばね、あのー、外国の友人が日本に来ると、全部日本側が、あのー、車を用意するわけですよ。例えば、 中国の国家主席が来た時だって、天皇陛下のね、ご両者が差し向けられるわけですよ。日本側が用意した車,あの車に乗って、日本の警察の警備でもって移動する。これ普通ですよね。はい。ところがアメリカの大統領だけはそれをしないんですね。やつ日本の警察の警,警備を信用してないわけですよ。 まあ世界中に敵がいるということもあって、いつでもね暗殺のね標的になるということですから、だから、まず、ビーストっていう大統領専用車両、あれをあのねアメリカの米軍の,あの輸送機で2台空輸するんですよ。それで、いやいやもう日本側の車に乗りませんってわけですね。アメリカ側が用意したビースト2台。 まあ、なんで2台かというと、どっちに乗ってるか分かんないようにしとくと、襲撃された時にまず2分の1ですからね。なので、ビースト。だからほら、バイデン大統領が、バイデンじゃない、オバマ大統領が広島に行った時と車列見ましたでしょで、今、東京でも同じなんですけど、ビーストがあって、前後にね、もう20台ぐらい車が、あの、あの、伴走するんですけど、全部アメ車ですよ、アメ車。警備の車も全部アメ車。 いや日本の警察の警備は信用できないわけですよ。いやいやもう、自分たちで警備するからって言って、それもすごいですよ、お医者さんが乗ってる、万が一大統領が倒れるかもしれない、お医者さんが乗ってる車両とか、もしくは核のボタン、ねえー、を搭載してる車とか、えぇ、ー、っていうようないや、もう要するにど、何あの昔のさ、皇帝のお散歩みたいな感じ。 皇帝が行くときってお菓子も持ってれば、なんか、え、い、椅子も持ってれば、ペットも連れてったりとか、あらゆるものも一式、もう意識、もう、召使いを抱えてですね、皇帝と一緒に動くわけですけど、あ、手術もできる。もう何でもかんでも出てくるみたいなね。めっちゃ女子力高いみたいな感じ。何でも出てきますみたいな感じですよ。まあそういう車列をもう20台ぐらい、ザー並べて、いやいや、これで行けば、これ全部空輸ですからね。はい。 全部引き連れて移動するわけですよはいそのぐらいですねでしかもえー、っとオバマ大統領が来た時トランプ大統領が来た時、はい、バイデン大統領が来た時そうですよまずね日本の空港におりませんからね、はい、大統領専用機で横田基地に降りるんですからねでそこからアメリカのヘリコプターよあれ空輸ですからね <あ>の <laughs> えー、大統領専用のヘリコプターがあるんですけどもそれをわざわざ巨大輸送機に積んでそのわずかねあの都心、成城期新聞のところねあの、えー、と横田基地から正常期新聞のところに降りる、えー、そこをですね大統領を、えーえー、あの移動させるためにこれもヘリコプター2機ですよ1機だと狙えたら,だから2機。 結構でかいやつ、アメリカの海兵隊の,あのヘリコプターって結構でかいわ,わけですよ。これ2機、巨大な輸送機に入れてヘリコプター2機空輸してるんですよ。でこの大統領のの日本国内の移動だけで1 一何台の車両、何機のね、あの、えー、ヘリコプターが、これ、いくらかけてんだって話ですよ。ほんなね、日本に来るも全部日本の車両でやるんですよ、警察も。と、ほら、大統領がどんだけ、何億円、何十億円かけてんだって話ですよ。まあ、それだけね、命を狙われてるっていうことなんですけどもね。はい。その、その、バイデン大統領が、キーに行くんですよ。え 米軍が占領している占領地じゃないです。これまでのイラクとかね、アフガニスタンとか、その米軍が入ってる、ね、米軍が占領しているところに行ったことありますよ。だから戦争中の国の首都、米軍が占領してるわけじゃない。そこにね、あん、あんなに、あんなに手厚い警備なければ、日本、だって日本なんか安全な国ですよ。こんなに治安のいい国に来るんだって、あの装置を運び込む。それだけのアメリカの大統領がどうやって、 キーウなんか時々空襲受けてますからねいや,ーいやいやいやこれはですねはいじゃあどうやって移動したのかこう書いてありますからね読売新聞読んできますよ、えーえー、ウクライナ首都キーウへのバイデン大統領の電撃訪問は紛争国の首都訪問という現代では前例のない歴史的な計画だった、えー、代表取材した同行記者団や政府高官の話で 保密が徹底された裏部隊がバイデン氏の詳しい足取りとともに分かったアメリカ大統領はこれまでアフガニスタンやイラクを訪れたことはあるが、両国と違い、ウクライナに米軍は駐留していない。数ヶ月前から極秘で計画が立てられ、17日にバイデン氏が最終決断した。 19日午前4時15分にワシントン郊外のアンドルーズ空軍基地を出発した。ホワイトハウスの事前公表日程では終日ワシントンに留まることになっていた。同行者はサリバン氏ら側近とカメラマン、医師、警護官らごく少数に絞られた。二人の同行記者団とは訪問終了まで報道禁止え、報道禁止とする協定を結び、出発以降は携帯電話を預かった。 出発に関する情報を二人に伝えた電子メールでは、情報漏出を警戒して、ゴルフ大会の案内と偽の表題をつけた。バイデン氏を乗せた輸送機は、入い、たからね、あのー、通常の大統領専用機だったら分かっちゃうじゃないですか。今回、輸送機ですよ。えー、米軍の輸送機に大統領が乗って、こんなことないですよ、えー。普通はね、大統領専用機ですよ。 輸送機に乗って海外行くなんて、もうほとんどもう、あの、楽器箱に入るのと同じレベルですよ。ええー。まあまあ、あっちのね、カルロス・ゴーンだから楽器箱ですけどもね。えー、バイデンは輸送機というですね。まあ似たようなもんですね。えーえー、そう。そんな輸送機で普通行かないからね。えー、えー。だからよくあのね、なんかどっかに隠れて出るみたいな、ええー、あ、韓国のね、ええー、皇帝もそうでしたね。 箱に入ってジャジャジャーンっていうね、えー、まあ古典的な方法ですけど大統領が輸送機で海外に行ったわけですよ。はい、そして、えーっとうんえー、バイデン氏を乗せた輸送機は現地時間19日夕方にドイツのラムシュタイン米空軍基地で給油した後ポーランドの、えー、ジェシュフの空港を にどう午後8時頃に到着した、はい、ですから輸送機で一旦ね、えー、ドイツの空軍米軍基地に降りてから、えー、っとポーランドの方に行きましたそっから先よくこんなことできましたねビースト持ってったんですかね 高速道路を約1時間走り、ウクライナ国境に近いポーランド南部、えー、プシェミシル駅に到着した後、厳重な警備態勢が敷かれる中、8両編成の寝台列車に乗車した。同9時37分に出発後、国境を越え約10時間後にキーウに到着。はい。一晩、10時間かけて列車での旅ですよ。すごいことしましたね。 バイデン氏は列車の旅が好きなことで知られるが、アメリカ大統領が外国で長時間列車に揺られるのは極めて異例。バイデン氏はウォロディル・ミル・ゼレンスキー大統領と会談後、在キーウの米国大使館を訪れて職員らを激励し、20日午後1時過ぎに鉄道でキーウを離れた。キーウ滞在は約5時間だった。 えー、アメリカはロシアにバイデン氏の訪問を事前通達していたタス通信などによるとロシアのメドベージェフ前大統領は20日バイデン氏は事前に安全の保障を受け 最終的にキーウに向かったと SNS に書き込んだ誰が保証したのかについて触れなかったバイデン氏はプシェミシル駅を経て20日中にポーランドの首都ワルシャワに入ったワルシャワでは、えー、大統領と会談し演説を行うということですね、この時の演説も、ね、報道されていましたけどもねすすごいですね。 これ列車の中を移動するバイデン大統領の姿ということで、ね、写真が、ね、載っていますけれどもはいゴルフを装って同行した記者も2人だけですからね。 ウォール・ストリート・ジャーナルの記者が1人とあと AP 通信かなのカメラマンが1人かなこの2人だけということでもう一切、えー、外に出,した出さないということで片道20時間ぐらいかけて、ねえー、キーウに行ったそれも5時間で、えー、ロシア側には通達していたということですよねですからこれだからこうほ攻撃しないという保証を、えー、ロシア側が与えたということなんでしょうね。はい いやーこれいやまあそんな日本のね警察も信用せずにねこんな安全な日本で、まあ、ちょっと山上はちょっと、えー、余分でしたけどもそれですらそういうね、まあ、だから日本だからっていうよりもどこに行ったってあの車列をアメリカから持ち込んでやるわけですから、はい、それがアメリカ流ですからねうん、えー、その大統領がよく戦争中の首都に米軍の基地もないところに よく言ったなーというねそうねそだからこういう話聞いちゃうとまあ日本だっもっとねどうせ核のボタンもないんだから日本の首相がね、えー、外で何かあったぐらいで大丈夫よ次もいるし <laughs> 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 だからもっとリスク取れるのね日本なんかね。ああバラされていけなくなっちゃう。 いや、だから、それバレちゃったとか、そこら辺がかっこ悪いよね。このアメリカのやり方を見てごらんなさいよ。ね、えゴルフゴルフコンペのお知らせとかしてね、ほんと煙向いて、輸送機で行っちゃったじゃないですか。じゃあね、あの、岸田さんもね、本当に観光例敷いて、官邸のごく少数しか知らないって言ってね、自衛隊の C2 輸送機に乗ってファー行っちゃって、じゃ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 んやるのかって話ですよね。 ええー。で、記者同行もね、観光例引いて経済取り上げてね、連れていくぐらいの、それやるんですかって話で、やればよかったわけですよ。ええー。日本の首相の方がリスク取れるんだよ。いなくなった時の、ええー、ね、あのー、インパクトも薄いですから。えー、<laughs> えー、ええー、いくらでも会話いるし。全然全然。ええー。ええー。いや、むしろその方がほら,ほらね、ええー、なんか何の、何、名が残るでしょう。 だって職務中に外国で死んだ日本の首相とか行ったら永遠に教科書にね乗り続けますよねええっで,、ね、でしょ、はい、いやだから生きて帰ってきたら行ってきたで生きて帰ってきたでいいし死んだら死んだでそれもよしとどっちでもいいからねえあのリスク取れるじゃないですかでもアメリカはさすがにちょっと核のボタンを持ってる人の空白とかそれちょっとやばいですからねそういうとこ見てロシアがバーン攻撃してくるかもしれませんからねはいというわけで ええー、いや、ちょっとやっぱり、やっぱここアメリカの凄さですよね。これができるのはね。ええー、もう日本は本当とダメだな。まあ行ったところで大したインパクトもないんですけどね。だからこそ早めに先に行っとけって話なんですよ。